どうもこんにちは、A 社です。どうもこんにちは、B 社です。どうしたの？上機嫌だね。2年越しで追いかけてきた大きな契約がようやく取れたんだよ。これはすごいね。いやー、それほどでも。他の顧客管理をしっかりしてきたんだろうね。いやー、何度も訪問して、手土産も工夫して、ゴルフも接待して、夜の接待もしてきたからね。これは大変そうだね。僕は何度も訪問しなくても、お客様ごとに必要な時に必要なタイミングで提案をしているから、そんなに時間はかけないんだ。それに新規開拓だけじゃなく、ご縁のあったお客様の缶作りにも取り組んでいるから、むしろ新規開拓をやらなくても、紹介やリピートだけで安定的な収益が作れるんだ。もしもし、B 社です。そんな。どうしたの？担当者が変わったからって。